滑った。まあまあそう怒らないでって。ここに来る途中剣術の勝負挑まれちゃってさ。そうそう、全部で10人くらいかな。まあ全部勝っちゃったけどね。いいよ、こんなのほっとけば治るし。あーごめん、間合いに入られると体が勝手に動いちゃってさ。どう思う？それよりさ、そこの掛け軸って東博？うんうん、東博は長谷川派の始祖で、水墨画の世界じゃ雪舟に次ぐ大家ね。これが本物かどうかはともかく、部屋の調度としては趣があって悪くないかな。ほらここ見てみて。なんかないよ、うちはいつでも本気。悪いけど試させてもらったの。残念だけど隙だらけすぎるよ主。ここまでの間に主の首は3回飛んだ。相手の奇戦を制すこと、それすなわち戦の極意、会話の主導権を握ることも戦いにおいては重要な一手だよ。そういうこと。主は御剣使いなんだからさ、もうちょっと周囲に気を配りなね。戦場に出て御剣使いが最初に死んだら目も当てられないでしょ。いいっていいって、そんなかしこまらないでよ。主がどういうタイプか分かればうちも合わせることができるからさ。まあね、それについてはまた今度教えるよ。ま、長い付き合いになるかもだし、お互い無理せずやってこう。